おお、これこの8号線か。まあ、朝飯を食うところは一切ないルートだな、これ。でも早いからいいけどね。40メートル先、左方向です。この手はちょっとね、まあ、過酷運転企画とかね、その手のやつやるときはね、あんまお腹いっぱいにするとね、睡魔に襲われちゃうんでね。左方向です。で、今日も12時から8時続けてるわけですから、まあ、途中2時ぐらいに1回あれがありましたから、まあでもそれ考えても6時間はまあ運転ね、しておるわけですもんね。はい。いや、これはでも車で来といて正解だったとも言えると思う。ローカル線左方向です。さあ乗りましょうっていう企画系だったらね、ちゃんと乗ってね、公共交通機関でっていうのも全然ありなんですけど、さすがにね、折れた氷見の表示が出ましたよ。ここです。はい、氷見の表示が出ましたよ。氷見の名は見にくく、大丈夫ね。はい。およそ500メートル先、道町を左方向です。いや、見てこれ。これ、並び証券殺しな道になっておりますよ。どーにゃおにゃこう、はい。で、道町交差点。ダイナムの案内が出てるさ。わざわざ道路標識でダイナム出るんだ。で、これはそのまま入ったら、ああ、氷見って出た。よし。で、伏木口がある。よし。伏木口に一回出て、ちょっと休むもありか。ちょっと休むもありな気はする。これ左に曲がってちゃったと言ったら、今行けるみたいだけど、まあ一回ちょっとそっちの方まで行くか。と曲がって、そっか、もうこれをまっすぐ行くと、氷見線を越えちゃうのか。あ、本当、あ、結構奥まで来てんだ、その、高岡市で能町って言われてもそのピンとこないんだけど、これは結構もう、あれだね。高岡の市街地のところら辺はもうさーっとバイパスでカットしてきてるんだ。あー。だからここで、あ、もうそこに氷見線の。左方向です。え？どういうこと？あ、それ氷見線じゃないんだ。それは、富山市電か。さあ、路面電車だ。ああ、今路面電車走ってたわ。ああ。ちょっとバッドムシクエストなとこから入ってもいいな。ちょっと雨は降ってきてるしね。およそ400メートル先、能町南3丁目を右方向です。能町南3丁目。
右方向です。この、ここかな？右。右方向です。右。はぁ、遠い感があるけど、右。はぁ、およそ200メートル先、左方向です。200もいってる。これ左方向です。続いて左方向です。どうも停車します。肉いやいやいや、そこ？はぁー、左方向です。続いて目的地です。はぁー、初見殺しすぎるよー、初見殺しすぎるよー。神奈川町です。電話用機器の方向です。ここも、あ、全然前になってるね。へぇ、なるほどなぁ。能町ポンプ場ってなってるな。おぉ、走ってくよ。また古い、また昔ながらなやつが走ってくね。あ、こっちの方面が高岡駅の方面なんだ。へぇ。